はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのね、新シーズン。新シーズンって言ってもまあ、ちょっと前のルールに戻るだけなんだけど、やっていこうと思います。であ、言うて3ヶ月前ぐらいまでか、このルールやってたの。だから、あんま覚えてない <laughs> ところが結構あるから、ちょっとね、思い出しつつやってきたいね。まあ言ってもまあまあ、受けごまは変わんないから。えっと、これは多分ドヒドバンギムド道かな。 無動で、えっと、オリランダーとランドロス受けて、ドヒドでエース場受けて、あー、でもそれあれか、ウーロス死ぬのか。無限大ながいない分ね、まあ、ブルルをとりあえず持ってきたんですけど、てかウーラオス受けを考えてて、まあ、ピクシーかブルルあたりが候補かなって思ってたんだけど、水ウラオスまで考えると多分ね、ピクシーで成立しないんだよね。で、水ウラオスって第三弾打,打ってくるから、ドヒド、ピクシーって投げてても、何の解決にもなんなくて、やばいんだよね、だから。もうウーラオスって まあうん、うん、多分、ちゃんとまっすぐ受けるルートで、ウーラを処理できる気がしないけど。えっと、ブルドヒってあげるとブルドヒバンギってあげるとゴリランダゲロだないや、ランドロスもやばいかさすがに。えー、かといって、選出たすぎる、この試合。うーん、まあ、バンギ投げない話かな。ブルドヒムド動とかでいいかな。 でバンギー内分、レジエレキはブルルで受けて、えっと、トゲキスはまあ無動のダイスチルで殺しに行こう。だから先にトゲキス展開されるとまずすぎるな。こうなるとちょっと、無動の枠、アーマーガードも良かった感じあるな。ダイスチル採用するんだったらさ、アーマーガード良くねみたいな。ランドロスきついかな、それと。あんまり余裕ない。てか余裕ない要素しかない、この試合。 エレッキから、初手はこれ出し勝ちで。うーん、まあ、身代わりはあってもいいかな特殊をかなり舐めた選出してるけど、ああ、でもトゲキッスに対して宿り木から入れるんだったら、それはそれで美味しいから。でもこの人、サンダーいるでしょトゲキッス <laughs>。だいぶトゲキッス舐めてるんだけどなサンダーいるから、トゲキッス使う理由なくないか いや、僕も考えたけど、なトギギス。一応、アクーラオスに、受け出しができるからさ、これメガネじゃねやたら強いぞ。ここ、ゴリランダー出されるとだいぶめんどくさくて。まあ、でも、プレスで削っていく展開作れるっていうか、無駄で暴れて追われるか。ランドロス。多分、まっすぐ受けるルートでね、受けが成立しないポケモンがあまりにも多いっていうか、6体じゃ多分、この世界の全てに対応するのは絶対できないから、 受け駒に、ま、なんか仕込むか、攻め駒を混ぜるか。だけど多分受け駒に合わせて攻め駒入れても多分ね、ダイマックスのせいで弱いんだよね。あんま成立しないとも。で、ブルル削れちゃってるから、だいぶウーラオスやばいけど。まあ、ここトンボとかされるとだいぶきついね。ま、さすがに崩しに来たらアンドロスだと思うけどなうわエレキでしょ でねあの、地面タイプ。えっとねザシアンがいないせいで、ヌオウが採用できないせいで、地面タイプが構築に入れれないんだよね。ヌオウはね、受かんない。と思ってる。受かんないわけじゃないけど、受かん、うん、浮かんないって言うと語弊があるな。受かるんだけど、いや、受けが成立しないんだよね。ダイマックスまで考えると。ダイマックス考えなくてもそもそも、無理なやつがまあまあいたりするし。 でこれだいぶまずいから、ちょ、もう、ああ、8世代の悪いとこ出てるね、1試合目から。トゲキッスか。ああ、これでトゲキッス展開されると、バンギーないからな。まあ、強気に宿りギュッつしかないか。匠でしょさすがに。うん、終わったわ。 出るわけなくねウーロスいないから、ブルルは多少雑に扱ってもいいっちゃいい。宿りやってるならまだあって。うん、最悪ブルル死んでも、いや、ブルル死ぬとあれだ。レジェリキが無理だ。やっぱバンギないとダメだったか。えー、でもそうすると選出、結局選出策だから。ま、選出策に負けてるのが悪い話で。こマ守るか。通んないともう負けらねえ、多分。 ここから全部思い通りの択が通っても勝てるか分かんない。あ、終わった。もう無理くね。マジで。どうすんだ、これ。じゃあ何投げればよかったんだよ、マジでよ。えー、相手大バーンでいいんだよなで、マジフレだから多分、あれ持ってるやつでしょ いやー、レジ、いやレジエリキ、ランドロスの前で一回ブルー突っ張んなきゃダメだったか。ま、さすがに大バーンだから一回ドヒド経由でよくて。バーン打ってくるかな普通にマジフレか。まあ、それはいいかな。一回。で、ダイジェットと、ダイジェットの死の危険と常に隣り合わせだね。 ま、宿り気入ってるから多分相手一回レジエレキ引くんじゃないかなぁ。だメガネのボルチェンがやばすぎる。これレジエレキ引き一点読みで、ブルル通さないと多分勝てないわ。相手レジエレキ引きが、ねなんで引ね統治化してさぁ、大魔切手で、こっちちょっと粘ろうと思ったけど。負けたわ。え、ね、もうどう書いても勝てないんだけど、こんな <laughs>。あー。 どうしよう。僕実はこの冠を節限ルールが一番多分低いんだよね、成績。禁止ポケモンルールはそもそもやってないから。やってないっていうか、動画撮るようでしかやってないから。まあ論外として。このルールね。レート。レートがどうとかじゃねえわ。普通に勝てる要素がない。この試合マジで。こんなさ ああ。この顔も二度と見たくない、見たくないと思ってさ、鎧のことを追ってるのにさ、また出てくんじゃねえよ。ああ、ちょ、もう一戦いくわ。一戦目負けから始まると、ここから始まるしさ、もう、嫌なんだけど。ああ、ああ、ラグラジか。ピクシー欲しいな。と、これはブルル絶対投げる。 とヤドキン TV どうしよっかな。うーん、ブルル、ムドウは、ブルルムドウ番ギしか多分投げれないかな。耳っ気重っ。えー、耳っ気重いとかそういうレベルの問題じゃないんだけど。あー、どうしよう。えー、無限大な返して、マジで。もう一回使いたい。海竜がね、あとうざすぎるな。 え、海流の方が分かんないから勝てないよ、俺。えー、っと、初手ラグアンだったらブルルから入んなきゃダメで、海竜とか、ラグ以外だったら多分番ギから入りたいんだけど、それ以外は多分それでオッケーなんだけど、まあ、ラグから来るかなラグから来たとして、ステロから入ってきて。いやー、ブルル寝かすの無理でしょ。多分そっちの方が勝ち目ないから、いやー、でもこれね、多分、ボルチェン打たれて、サンダーのボルチェンにバンギ投げて、 そこから裏展開される方がまだ多分勝ちの目があるけど多分勝てないんだよねそれでもああ無理やりな多分カバルドンかヌオウかガブリアスかランドロスを構築に入れないと多分このゲーム話にならないと思ってるんだけど海竜から来ちゃったねああ竜舞かなまあドヒドヒキとかまで考えると特殊型だったら多分普通にダイジェット打ってくるでしょ リュウマイ考えると守れないから、まあ一回無動引くか。特殊で大魔王打たれたら、ミミッキ止まんなくなっちゃうから負けかな。まあまあなんとかなるかな、それでも。わかんない、ここ次第だけど。ここだったら番儀から入っとけばまだ、まだ割とマシだったんだけど。レンチ。 変な技持ってるね。うーん。プレスをしても意味ないしな。一回羽でいいかな。うん、引くよね。サンダーとか出てくるんじゃないかな。あ、やっぱサンダーか。うーん。ドヒドヒでだとここボルチェンに一回突っ張る選択肢があるんだけど。 うん、ボルチェンでしょもう絶対。もうボルチェン以外ないじゃん、ここ。やってくること。ボルチェンないサンダーだと、まあ、だいぶいいんだけど。え、ね、お願い。一回だけボルチェン以外打って。そこに番号置けると、まだあるんだよね。こっちが。ボルチェンで回流できてて、普通に勝ち目ないんだよな。 1> 次一回強気に動くか。あ、オッケー優しかった。強くね。いや、待った、この番組なんかおかしいぞ。努力値振ってないだろう。なんか柔らかいもん。やたらと。残破もう、ちょ、ミスった、ミスった、ミスった。多分なんか振り直そうとしてて。明らかになんかや、ヒットポイントが少なくない振ってないじゃん、もう。 やらかしたなあ。まあ、テロマックしかないか。普通に下げるでしょ。クソだったわ。クソ、クソ野郎だったわ。最悪だった。これでまだ、まだ、まだあるわ。さっきの試合、番気投げなくてよかった。これ、鋼の翼、次まだ1回たいやぁ、ダイスシルでいいんだよな相手してん。 ああ、両刀とか、どうなってんの脳みそ。一回守るしかなくて、え、それラッキー殺せんのかなダイスチロあったとして。でも、ステロ巻いてるから、バンギの第ック逆にきついと思うけどな。えー、努力値普通に増、えー、ちょっと待った、バンギラス今から。 捨てろなく、ないやってもいいから変えさせてくれ、マジで。ボルチェンないから捨てろなくてもまだ、まだなんとかなんだよね。あどうしよう。えー、いや、でも、ウロスいるんだったら守るのタイミング投げればいいしな多分行くしかないんだよね。ねじゃ、いや、まあでもさっきのタイミングでダイマー切られるよりはまだいいかな。どうしようもなくなっちゃうから。 えでもこれは僕が悪いね、普通に。バンギラスの努力値振り合わせですね。なんでバンギラスリセットしたんだろう多分、近電ルール仕様のためにバンギラス使いたいって思って、何体かまとめて、リセットした時に多分間違えてこいつもやったのかなそれか、リセットして準備しといたけど、近電ルールの時に使うことはなくて、技構成だけ見て多分これ使えるなと思って、 持っってきちゃったんかな、まあ、いずれにしてもバカだね。スチルール。一発は耐えるけど、次が耐えなくて。えー、ちここのロックで殺せねえよな、び上がってるし。あギリいけんじゃねな。 これ番ギで11取った方がいいよな。この番ギラス <laughs>、話になんない状態だから、これで11取んないと。で、ヤドキングはさ、まあ無理だね。カイリーは多分無動でいけるでしょまあでも11取るか。砂と玉で多分死ぬから。 えー、ちこ俺、バンギラス、振ってたらさ、普通に生き残って、でも自信ないからヤドキン殺せないか。ちょっと厳しかったかな。うーん。あ、待って、素直さま。もうやだ。あー。まあ、守るでダイジェット食らって、 みたいな感じでなんとかなるか大ジェット以外打たないでしょさすがにウォールして跳ねとかってする理由ないしああしてくるかな無動はもう見られてるけどああ普通に殴ってるバーンかえジェットないのか あ、違う、これ、海流であれか。はいはいはい。大体分かったわ。玉めだと死ないと。あ、オッケーオッケー。死んでくれて。えー、もう新シーズンこんな風に始めたくなかったよ、僕。努力中は振り忘れてるし。えー、バンギラスにもう一回振り直すとめんどくせえなー。普通にやりたくないんだけど。 めんどくさいからやらないとかっていうのじゃ、せ、通用しないけどさ、この世界は。海流。まあ、あステロ入るのは良くて。これ多分ね、無動で裏詰めるしかないから、いやドリギ入れといた方がいい。一発耐えないかな。あ、普通に、あ、でかい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 。あるあるある。ろしし。まだある。え、バウった理由さ、海流でさ、 その本地一貫するからそうしてきたんかなと思ったけどそういうわけでもなさそうだねうーん海流引くんだったらいいから守っちゃってダブルウィングよけたんはありえんでかいはいはいはいえ次え本地ないんかなそれか無動引きでも見えてるでしょ相手視点 ダブルウィングはさすがに多分ブルル耐えないと思うんだけど、ね、えこれさすがに多分ね引くか本地マジシャで突っ込むわまあいずれにしても無道で鉄壁積みに行くだけだから耐えるじゃん1回目の余計はちょっとでかかった気するけど、まあ、返しのマジシャで殺してはいはいはいなんとかなるね これちなみに、なんかその動画的に美味しいかな努力値振ってなかったとかじゃなくて、ガチのやらかしだからね。僕普段こういうの絶対やらかさないんだけど、久々にやったわ。ああ、これは勝ったわ。多分負ける理由ないでしょ。や、ま、ど、あ、りぎ刺して、まあ言うて一発目のダブルインが当たってても、耐えてるから、えっと、こっち視点多分ね、 無道引きとブルル突っ張の卓に勝ってればいいから。で、ヤバかった場合は僕そこの卓 <laughs> もうちょっと気合い入れるから、さすがに勝ってるね。で、ヤドリゲ入ったのは良くて。うーん、これ無道速引いとかなきゃまずかったいや、それはないな、さすがに。えっと、ここで殴ってきてブルル死ぬんだったら、 結局、剣舞に後投げなてゃのと同じで、宿りぎだけ入ってるから、むしろこっちの方が良くて。って考えると、相手してもっかい剣舞なんかな。ウッドホーンと、削っていけばいいんじゃないああ、剣舞か。で、無道が一回耐えるから、特性でね。だから、うんと、ミニッキュ頑張って削って、無道の相イ圏内まで持っていけばいいんだよね。で、この川ダメ、宿り木で次守ってもっかい宿りぎで、多分一回、 行けなないかな待って、あっきああ、うざいの来たなちょっとうざいの来たなまあ、こま守る見えてると思うから、一回突っ込んでいいはずなんだよね。相手もう一回剣舞しよああ、はい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 。えそれはむしろいいかな。ダメージ稼げるから。 5台守れないよな、確か。その仕様、僕、だいぶ知らないまま過ごしてたけど。えー、さすがにでも、くらって、ま、さすがに死ぬと思ってるけど、耐えたわ。こいつ強こいつやりよるな。これ、<laughs> ブルルで全部まくったね、最後。 やっぱフェアリータイプがね、ちょっと強いなフェアリー、フェアリータイプが強いっていうかなんか、いないと成り立たないようなマジで。サイクルが。これで守って勝ちでしょ。あ危ねえ努力値振り合わせてたけど勝ったわ。オッケーオッケーオッケー。ちょ、明日から本気出す。明日の動画から。じゃあ、お疲れ様でした。GG。